澤瀉屋を支える中村隼人さんと市川團子さん、市川團十郎の楽しい時間、家族愛。5代目猿之助を目指す市川團子、中村隼人さんと共に4代目市川猿之助さんの大役を務めた市川團子さん、父親は9代目市川中車こと香川照之さん、祖母は女優の浜優子さん、祖父は3代目猿之助、現在の市川猿翁さんです。3代目市川猿之助の孫になる市川團子さん、血脈的には市川團子さんが跡継ぎとなりそうです。ただ4代目の不祥事があったので名跡が途絶えることが心配されております。市川中車さんは4代目猿之助さんとはいとこであり、歌舞伎界への復帰をも模索しております。4代目猿之助さんの方針は完全な実力主義であり、若手を積極的に登用しております。中堅やベテランの歌舞伎役者が足役に追いやられたことで辞めていく人も出ているようです。市川中車さんは父である三代目猿之助さんの頃に澤瀉屋を支えてくれた歌舞伎役者たちの復帰のために動いております。市川團子さんは端正な顔立ちであり、4代目猿之助さんから指導されしっかり稽古をしてきました。明治座の犬の部で猿之助さんの代役を務めましたが、短い期間でセリフと振り付けを覚え完璧にこなしました。観客は感動して涙を流す人もいたようです。中村隼人さんも團子さんの演技を見て驚き、やっぱり澤瀉屋の血脈にはかなわないと言っていたようです。しかし演技力と経験では中村隼人さんの方がまだ團子さんの上です。中村隼人さんと團子さんで澤瀉屋を牽引していくことになるでしょうね。また市川中車さんも以前澤瀉屋にいた歌舞伎役者を復帰させるために動いているようです。團子さんも五代目猿之助に継がせるために必死のようです。ご視聴していただきありがとうございました。最後までご視聴していただき本当にありがとうございました。